シグレートヤーマスに対する攻撃ドイツ軍の砲撃は海岸にしか着弾しなかったため、街にはほとんど被害は生じなかった。ただ、ドイツ艦隊の攻撃に向かおうとした、イギリスの潜水艦一隻が触雷して沈没した。一方、ドイツ側も触雷により、装甲巡洋艦を一隻失った。1914年10月、ドイツ海軍は、 イギリス艦隊を攻撃する方法を探していた。イギリス海軍はドイツ海軍より艦艇数が多く、そのため艦隊同士の直接対決は望ましくないと思われた。その代わり、ドイツはイギリスの艦艇をかっこ撃破できる方法を探した。皇帝は大規模な艦隊行動は言ってはならないが、小規模な艦隊による襲撃なら構わないと命じた。襲撃には、 複数の目的があった。一つは嫌いを布設し、イギリスの船舶を沈めることである。他には、遭遇した小艦艇に対する攻撃や、ドイツ太陽艦隊が待つドイツ沿岸まで、イギリス艦隊を誘導することであった。また、イギリス沿岸の都市を攻撃することで、イギリス軍の艦艇の配置を変更させることができるだろうということも考えられた。イギリスは、 どこで戦闘が起きても優位を保てる、ようグランドフリートの大部分を一箇所に集中させていた。ドイツは、より多くのイギリス海軍艦艇を、沿岸の防備に咲かせたいと望んでいた。そうなれば敵艦艇を、かっこ撃破できる、可能性が高まるからである。ヤーマス襲撃は、フランツフォンヒッパー提督が率いる、巡洋戦艦、ザイドリッツ、フォン、デアタン、モルトケ。 装甲巡洋艦、ブリュッハー、軽巡洋艦、シュトラースブルク、グラウデンツ、コレベルク、シュトラルズントによって実行された。この出撃ではヤーマス及び、ローストフと沿岸に嫌いを付設するとともにヤーマスに、砲撃を行うこととなっていた。1914年11月2日、ヒッパー帝督率いる巡洋戦艦隊は、ヤーデ川の基地から出撃した。 それに続いて、土球戦艦からなる艦隊も出撃し、ヒッパー提督の艦隊がイギリス艦隊を誘導してくるのを待った。真夜中までに、ドイツ艦隊は、各国の漁船を避けるのに、十分なくらい、北まで航行していた。11月3日午前6時30分までに正確な、位置決定とヤーマスへの接近に必要なスミス、エスノール・ウォッチの部位を指認した。 ヤーマス沿岸には、総海艇ハルシオンと旧式駆逐艦、ライブリー、レパードがいた。ハルシオンは2隻の巡洋艦を発見し追加した。それに対して、相手は、砲撃を行ってきた。駆逐艦、ライブリーは、煙幕を張った。ドイツ軍の砲撃は正確ではなかった。理由は、全巡洋戦艦が、同時に砲撃を行っていたため、 時間の砲弾がどこに着弾したのか判別困難になり、照準の修正が難しかったためである。7時40分にヒッパーはライブリーに対する砲撃をやめ、ヤーマスに対して砲撃を行った。その砲弾は海岸に着弾した。シュトラルズントが機い布折を得ると艦隊はその場を離れた。当面の危険が去ったため、ハルシオンは ドイツ艦隊の存在を警告した。駆逐艦、サクセスが合流に向かい、さらに3隻の駆逐艦が出航の準備を始めた。港内の3隻の潜水艦 D10、e、D5、D3 も追跡に加わろうとしたが、D5 は諸来して沈没した。8時30分、ハルシオンは港に戻り、起こったことを報告した。 9時55分に、イギリスのデビッド・ビーティー提督が南へ向かうよう、命じられたが、ドイツ艦隊は無事港に帰還した。ただ、ヤーデ側からビルヘルムスハーフェンへ向かっていた、走行巡洋艦、ヨルクが食らいして沈んだ。ヒッパー提督は襲撃の成功に対して、鉄十字勲章を送られたが、大した働きはしていないと考え、それを身につけることはなかった。 戦火は大したことはなかったが、ヒッパーの部隊がわずかな抵抗しか受けず、簡単に行って帰ってきたことに、ドイツの指揮官たちは安堵し、またやってみようという気になった。イギリスの反応の乏しさは、同じ朝にイギリス軍が大きな損害を出したコロネル王機海戦の知らせが届いたことや、グランドフリート司令官ジェリコーが襲撃の時に列車に乗っていたことにも気にしている。 また、ウィンストン・チャーチル海軍大臣によると、イギリス側は、攻撃が、ヤーマスを短時間砲撃するだけで終わるとは、到底思えず、もっと何かが起きるのを待っていた、ということである。ありがとうございます。